皆さんこんにちは。今日も頑張っていきましょう。1番、今日はね、これは教科書61ページです。まず丸1番、2元1次方程式はどれということですね。さあそこでね、まず2元ですね。これね、これはね、文字が2種類あるということだよ。文字が2種類という意味です。それから1次っていうのは次数ですね。これいいですね、1次。次、結構大事なんだけど、これ方程式、これはね、イコールがある式です。さあそうすると、まずアですけど、これは文字が X と X の1種類しかないですね。だからこれは1元。そして次数は1次なんで1次。で、イコールがあるので方程式ということですね。では、いいですね。X と Y がありますから、文字が2種類ありますね。そしてイコールがあります。方程式になってるね。で、次数は1次と1次で1式になってますね。だからこれ答えということになります。さあ、ウを見てみましょう。ウは 3x-5y で、2元1次まではいいんだけど、イコールがないでしょ。方程式と言えません。これは1次式と言います。だから、まあ、あえて言えばね、2元の1次式です。方程式じゃありません。はい、絵は A と B があって1次式でイコールもついているので、2元1次方程式。おお、いいですね。ほぼ2元1次方程式になってます。以上です。それでは2番、ね、乾電池を20本買う。当然ね、合計で20本ということですよ。で、2本組を X 個、4本組を Y 個という設定になってますね。皆さん知ってますかね、なんかこういう一本一本売ってないのね、電池ってね、なんかね、ワンセット、ね、2本とか4本が売ってます。で、過去1番、 XY の関係式ってありますね。どういうことかってね、2本組を X 個買えば、そこには 2×X 本になりますね。で、これも4本組 Y 個なんで、4本組が Y になって本数になりますね。これが、購入する本数になりますから、答えはこうなりますよ。 2X プラス 4Y イコール20というふうになります。いいかな。では2番、自然数の組を全て求めなさいということで自然数って何って、こっちから先にやりましょうね。で、自然数っていうのはね、1から始まる整数です。覚えてね。1、2、3、点点点と。で、これ無限ですよ。無限ですね。さあ、そこでね、この1番という式ね、これ2で割れますね。だから1をね、2で割ってしまいましょう。式はね、できるだけ簡単にした方がいいです。この1と2なんだけど、同じ式か違う式かって言われるとね、そう、実務的には違うよ、当然ね。でも数学としては同じ式になります。それがね、ちょっと難しいところね、これね。数学的な同じ式です。では、どうやってやるかというとね、これ2がついてるでしょ。係数ね、大きいのついてるやつから、考えた方がいいです。つまりね、 Y が1の時どうなるの、何、こうやってね、一個一個調べていきます。1入れてください。2になるね。たら X プラス2イコール10で X イコール8と。で、 Y が2の時ね、ちょっともう省略ね、2の時これ2入れるから、
x プラス4イコール10で x イコール6、3の時 x プラス6イコール10で x イコール4で、4の時ね、x プラス8イコール10で x イコール2と。でね、これで終わりです、5を入れてみてください。そうすると10になってね、 x は0になっちゃうでしょ。0はね、自然数じゃないのよ。だからこの4組を答えればいいですから、答えとしてはね、こう答えないといけません。こっち消そうか。このね、問題の要求をよく見てください。自然数の組 XY って書いてるんで、答えとしてはね、こんな風に書いてみてください。つまり XY の順番で書きます。で、小さい方から書いた方がいいんで、2、4かな、こんな風にね、表現してください。その次が4、3、それから6、2、から8、1と、こんな感じになりますね。いいでしょうか。では3番を解きます。3番は連立方程式が2台ですね。与えられた連立方程式に必ず番号を振ってくださいね。1、2みたいにしてね。さあ、そこでまず括弧1番ですけど、 2x と 2x が一緒で、 y と y も係数一緒ですね。で、引いてもいいし足してもいいと思います。1から2を引くと 2x が消えます。1と2を足すと y が消えます。で、前の動画でも申し上げたんだけど、できればね、足した方がいいです。だからこういうふうに書いてください。もういきなりやけどね、こう書くでしょ。もうここで足し算してください。こうやってピュッて、こんなで十分です。で、これ 4x になりますね。で、イコール10になりますね。で、4で割るんだぞ。 x イコール4分の10ってなりますね。で、2で約分して2分の5となりますね。で、それを1でもいいし2でもいいですけど、2の方がプラスでしょ。2で代入しましょう。ここに代入しますから、 2×2 分の5、プラス y イコール11、2×2 で約分が入って、5がね。で、5を移行してください。そうすると y イコール11-5で6と。で、答えとしてはね、 x イコール2分の5、y イコール6ってなりますね。では2番いきます。2番は今度はね、 x は5、2だけど、ね、y が揃ってるね。そこで1から2を引いてください。だからもうここで引き算しようか。こうやってね、本当はね、1-2よりで書きたいとこだけど、ちょっと書きませんもんね、省略です。で、引き算すると 3x になりますね。で、イコール、さあ、ここ引き算ですけど、マイナス6。できますか？もし自信のない人はね、こう書いてね、マイナス13からマイナス7を引くんでしょ、と。で、マイナスとマイナスね、展開すると6だよ、と。で、これで、マイナス7だよ、ということでね。ちょっと待って、なんかおかしくないですよ。7の6と。で、マイナス6ね。になることを確認してください。で、次は3で割ってください。で、3で割ると、x イコールマイナス2ってなりますね。で、これ、どっちでもいいんですけど、どっちでもいいですよ。まあ、2に入れてみる。2に代入。すると、2×-2 ね、一旦書こうか。こうなりますね。で、このマイナス4になりますね。で、マイナス4移行します。で、これマイナス3になるね。で、3で割ってください。そうすると y イコールマイナス1ということで、で、最終的な答えね、 x イコールマイナス2、y イコールマイナス1というふうになります。はい、では4番解きます。
次の連想定式を代入法で解きなさいと。今度はね、指示がついてます。さっきの3番はね、であの加減法でっていう指示がありましたけどね、ちょっと僕は無視してましたけど、もう一回おさらいですね。ここにね、X はってあるでしょ、これね、これをここに代入していくことになります。1を2に代入すると、さあどうなるんでしょうかと。3×ね、これ X でしょ、 X が 5Y だから 5Y って書いてますで、マイナス 13Y イコール6と。でここで 15Y になるね、マイナス 13Y イコール6、引き算して 2Y イコール6で、2で割って Y イコール3ってなるね。でこれを当然ね、1です、丸1に代入します。X イコール 5×3 ね、イコール15と、最終的な答えを省略しますね。 X が15、Y が3ですね。次こっち行きましょうか。2番ですけど、ここに Y はあったでしょ、これね、これをここに代入することになります。こうね、したがって丸2を丸1に代入すると、と 4x プラス 5× カッコね、この塊ね、こういうこう複数の多項式になってるんですね、まあ、必ずカッコを入れてカッコをつけて代入をしてください。でイコール33と。で次にこう掛け算ね、ここが大事なところですよ、大事なところですね。この掛け算はこういうふうにこう掛けるやったね。5×X、4X プラス 5X プラス 5×3 で15ってなりますね。でここ足し算できますから 9X イコール15はこっち移行してね、33マイナス15と。で引き算をするとね、18になりますね。もうここで18って書いちゃおうか。9で割ってください。X は2ってなりますね。こういうふうになります。で、その X を2に代入してください。そうすると Y イコール2プラス 3.5 と。で、これが答えということになりますね。第5問を解きます。次の連想定式を解きなさいということで、特に指示はありませんね。さあそこでですよ与えられた式に必ず1にて番号を振ってください。そうするとまず1ですけど、ここに X があり、ここに X があり、ここに Y があるということで、これをねうまく整理しないといけません。丸2を見てください。 4X イコール 3Y となってますね。さあどう使うかというと、やはりね1番をちょっときれいな形にしないといけませんね。まずこの括弧展開しましょうね。 6x プラス10イコール 4×x ね、プラス 4y となります。そしてですね、文字は左側ね、左辺、数字を右辺に持っていってください。そうすると 6xマイナス 4x マイナス 4y イコール、こっちに何もないでしょ。何もないってことは数字は0だよってことだよ。ここは0があるよ、本当はね。で数字がこうきますからマイナス10でいいです。どうですか、この移行分かりましたか。でここですけどね、ここが計算できます。2x マイナス 4y イコールマイナス10、全部が2で割れるのが分かるかな。なので全部を2で割ります。 x マイナス 2y イコールマイナス5というふうになりますね。さあそこでですよ、加減法でやってもいいんだけども、代入法でもいけるかなって。ここにね、係数1っていうのが出てきた時は代入法がいいです。なのでこれにちょっとね、y を向こうに持っていきます。x イコール
2y-5 とやってください。でこれ1をねちょっと変形したらこんななったんで、これは1ダッシュです。でこれを2に代入します。1ダッシュを丸2に代入します。さあそうするとどうなるかというと、ここ 4×x ね、その x はこれよ、 4×2y-5 となりますね。でイコール 3y と。でそしてここ掛け算展開ね、 8y-20 イコール 3y と。で 3y こっち移行して、で20をこっち移行して計算して、え5で割ってください。そうすると y イコール4という数字が出ますね。で4が出たらですよ、ここに代入すると x が出ますね。だから1ダッシュよりで書いて x イコール2×4-5イコール3と。こんなんでいいですか。では2番ですね、x-6y イコール -2、 これ1番ってつけてね、 0.13x イコール 0.42y-0.56、 これを2とやって方針を立てましょう。方針をね、まずここ1番のこの x 係数1になってるね。だからこの係数がね1になっているときは代入法がいいかなって感じです。つまりね 6y をこっち移行しておきましょうって感じ。その次に2番ですけど、これ小数、ね、第2までついてますんで、これ100倍しましょう。どっちから先にやるか、まあ大体今の方針でいいと思うんで、1番をこんな風にしましょう。 x イコール 6y-2 で、これ1ダッシュにしておきます。それから2番を100倍します。こうしてね、そうすると 13x イコール 42y-56 となります。でこれを2ダッシュでやりましょうか。で1ダッシュをここに代入ですね。1ダッシュを2ダッシュに代入ですね。もう分かりますかね、そろそろね慣れてきたかな。ここにこうね x があるんで、こんな風にこう代入してみようねということです。じゃあここに書きましょうね。まず13って書くでしょ。でここに、ね、かけるっていうのを書いてください。こう掛け算省略ね。でこれが、カッコで入れるんだよ。 6y-2 とでイコール 42y-56 と。で、次にですね、この掛け算をこうね展開するんだったらね、こうねこんな感じよね、こうかけて、こうかけてみたいな感じで。13×6 ね。ここにかけますよ。78y-26 イコール 42y-56 で、これ移行しますね。78y-42y イコールで、-56、ちょっとはみ出るね、+26 でここ計算してくださいね。いくらになるのこれ。36y これね、イコールこれね -30 とで36で割ってください。 y イコール -36 分の30で約分してください。y イコール -6/5 と。でこれ答えですね。で y が出たので、ここに代入するといいですね。これ1ダッシュにね。だから1ダッシュに代入と、そうすると答えはね x イコール6かけるんで、一旦書いてみてくださいこうやってね。でマイナスはねカッコ入れて、カッコつけてね、表示してと。でこれ約分入ってマイナス5、マイナス2、ちょっとはみ出るね、これね。
ちょっと見にくいですけど、マイナス5、マイナス2で、マイナス7ということになります。回答ちょっと書きませんけどね。X がマイナス7で、Y がマイナス6分の5ね。これが答えになります。続いて3番の問題に移ります。8分の 1X、2分の1。なんか分数嫌よね。で、下が X があるんで、まあなんか代入法にするのかなって感じもしますけど、1をね、変形しないとちょっとわかりませんので、1を、8倍します。こんな風にしてみてください。1×8 よりでかいでください。すべてに8をかけます。ここに8、ここに8、ここに8ね。項が3つあるでしょ。この項3つに8をかけていくよ。一旦書きます。掛け算前から書いてもいいし、後ろから書いてもいいし、どっちでもいいですよ。8×8分の1x だよね。で、8×y ね。で、マイナス2分の 1×8。こんな風にしてね。で、約分入って、xy になると。で、ここで 8y になると。で、これでマイナス4になると。で、これを1段数にしましょうと。これはもう x の形になってるんで、そのまま代入できますね。そのまま代入しましょう。1ダッシュを2に代入します。そうするとね、ここに xx でしょ。そのままいきますよ。 8y-4、 そして次に -2y ちゃんと書いてね。 -2y イコール8でなります。で、こことこう計算できますから 6y にしてあげて、マイナス4をこっちに移行すると8プラス4ね。これは12になるね。で、6で割って y イコール2となります。この2ですけど、1ダッシュに入れてもいいし、2に入れてもいいですね。まあ、こっちがいいか。こっちですな。1入れましょう。で、1ダッシュよりって書いて、2代入かな。1ダッシュに代入すると、と。で、x イコール 8×2-4、 16-4、 12ということで、答え x イコール 12、 y イコール2というふうになります。では4番ですね。ここにイコールがあって、ここにイコールがあるので切り離します。まずこっちを書いてください。 5x プラス y イコール 4x マイナス y 1番ってつけてね。で、次こっちを書きます。 4x マイナス y イコール9 2番とやります。まず2つにね、こうやって分けてください。そして1番を処理していきましょう。1番はね、どうかな、こうなんかこう、これこう移行すると x になっちゃうでしょ。こうやってなんかマイナス2になるね。代入法使えそうよね。でもいいし、全部こっちに一気に持ってきてもいいですよ。でね、なんかこう、まあそうね、こうしましょう。 x だけ移行します。あ、 x の左ね。 5x-4x ね。 y をこっちに移行してみようか、たまにはね。なんでかっていうと、今回まあここが1になるってのは見えるんでね。そうすると x イコールマイナス 2y と、これを1ダッシュにして、で、これをここに代入してね、代入法を使ってみましょう。1ダッシュを丸2に代入すると、ここ注意ね、とにかくね、 4×x なんで、それこれね、4×-2y っていうふうになりますね。で、次にこの -y を書いて、で、イコール9と。で、展開してください。-8y-y イコール9。まとめてください。-9y イコール9。さあ、ね、マイナスが出てきたね。ちょっと慎重にやるんよ。マイナスが出てきたら慎重にやります。まずマイナス1をかけてください。いいね、両辺によ。
片一方だけかけたらダメだよ。両辺にマイナス1をかけます。そうするとですよ、ここにマイナス1をかけるんで9y になりますね。でマイナス1をかけるんでマイナス9になります。これでマイナスだけ処理するために1行使ってください。で9で割ると答えですね。答えね、 y イコールマイナス1となります。でこれを1ダッシュで代入しましょう。そうすると x はマイナス2かけるマイナス1で2ってなりますね。でしたがって答え x イコール2 y イコールマイナス1となります。6番を解きます。缶詰がなんか2種類 AB というのがあります。もう書いてませんけどね、なくてもいいでしょ。缶詰らしいです。何缶か知りませんけど、何買うんでしょうかね。で A を3個 B を2個買うと1400円でしたから、これね当然合計でってことよ、ね、全部で5個買ってるよね。3個2個で5個買って、5個買った時1400円だった。それから A が7個 B が4個11個買いましたね。この時1100円でしたと。 AB それぞれいくらですかという質問です。さあそこでね、求めるものをね文字で置きます。だから A1 個ね、A1 個を XN から B1 個を YN と置きます。求めるものを XY 文字で置きます。では上の方ですね、 3X プラス 2Y イコール1401。次下いきますよ、 7X プラス 4Y イコール3100、これを2とやって、でこういう連想で式になりますね。わからないものがね2つあるとき、式が2個あれば必ず解けます。さあどうやって解きますか、ね、こういうのに2と4って見えるよね。だから1を2倍してだから 6X になるよね。そしたらこう引いてあげると X が残る。こういうふうにね、なんか方針を立ててねやるといいんじゃないかなと思いますね。ではね、もうもろに書きます。ここにね 1×2 って書きます。それをもう真下に書きます。で2倍して2800ね、それを真下で引き算してみてください。ピュッて、だ X が残るね、 Y 消えるね、イコール300。どう、こんくらいでスッて出ますよね。で300が出たらどっちでもいいです、ね、X に入れてください。できるだけ数字が小さい方がいいです。だから Y が2でしょ、こっち4ね、だから2の方が小さいんで1に代入するよりです。丸1に代入ですね。そうすると 3×300 ね、一旦書きますよ。プラス 2Y イコール1400、これ900になりますね。で900移行してください。で引き算してください。で2で割ったら Y が出ますね。上に書きます。 Y イコール2で割って250で、答えなんでね、これね X がなんぼ Y がなんぼっていう問題じゃないんですよ。よく見てください。 AB はそれぞれいくらですから、から答えはこう書くんよ。よく間違えるんだけどね、 A はこれね300円とで、 B は250円と、こういうね最終的な答えを書くところまでね